はい、皆さんこんにちは、210センチ石橋です。今日もね、新しい駅、高輪ゲートウェイ駅に行きました。あのね、もう1年経つんですね。去年の今頃、高輪橋可動橋っていうめちゃくちゃ低いあの通路があったんですよ。そこにコラボで、あの143センチのバンビさんと147センチの、福ちゃんと3人で来たんですけど、ちょうどなんか工事してて通れなくなるんじゃないかって噂があったんですが、なんかまだ通れるらしいんですよ。1年経ってその可動橋が変わったらしいので、確か前回行った時は150センチだったんですよ。なんでそこがちょっとでも石橋が歩けるようになってるとか、ちょっと今日は検証したいと思います。はい、近くまで来ました。なんかね、久しぶりなんですけど、名前が変わったんですか。名称が高輪橋可動橋だったのが、あのおじさんの胸にね、お化けトンネルこちらって書いてあるんですよ。お化けトンネルって、お化けトンネルってなんかあれですよね、なんか水がポタポタ落ちて電灯がないみたいなイメージだけど、あ、まあ単に低いからお化けトンネルって言うんでしょうね。ちょっと目線をしながら行ってみたいと思います。はい、こんにちは。お化けトンネルこっちなんですか。お化けトンネル僕通れますかね。すいません、ありがとうございます。お化けトンネル、どこ行くんだろうこれ。そっちか。まあこの辺は目線といっても、ただ普通の、そんなに大して珍しいことはないですが、ここからですね、ここを曲がると、まあまあまだ見えないな。いろんなところで工事してますね。なんか150年前の遺跡、遺構なんかが見つかったらしくて、あのここね、ここはほら僕でもここは見えないけど、ここから低くなってて、これ見えるようになってるんですよ。なんか全本当に全壊した時と景観が思いっきり変わってますね。やられております。危ない。通常注意。あ、すいません、ちょっと撮影させてもらってます。お願いします。はい、出た。うわ、これやばいですね。また休むとこなくてずっと行かなきゃいけない。これ目線カメラまたしんどいパターンじゃないですか。ちょっと行きます。腰が痛いので。あ、出た。でも目線が難しい。腰が。もし人生こんな道しかなかったら俺はもうすぐ死ぬな。これがすごいですね。ほんま。しかも長いし距離。どのぐらいあるんだろう。でも結構普通に歩いてる人いっぱいいるな。もうやばいっすわ。首折れる、首折れる。でも前みたいに、ね、車来ないからまだいいんですけど。いやいや、きせ。ちょっと休憩。前みたいにあの休憩ポイントがない。ない、ずーっと低いままだから、ずーっと曲げなきゃいけないんですよ。待ってね。はい。よいしょ。いや、なんだろう、綺麗になって車通らんけど、僕にとっては前よりしんどいかもしれない。全然休むとこないんだもん。いやいや、マジきてつらい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 痛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 い。全然あかん、こんな。ちょっと曲げる方向チェンジ。よし。あ、なんかちょっと高くなったかな、少し。いや、そんなことないか。痛い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 。これ自転車とか通れないのかな。自転車ダメなんだ。自転車無理っすよね。ねえ、ほんとこの自転車無理っすよ。痛い痛い。
なんか雨漏りしてるところとかやめてほしいんだけども。よし。よし。もう少しだ。頑張れ。痛い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 。よし。痛い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 。やばい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 。よし。よし。ああ、でもこれここもギリギリなんで気が抜くと、ああ腰痛い、ああ腰痛いわ、ああよいしょよいしょよいしょ、ああこれ高さ、あ木に隠れてるけど、草に隠れてるけど高さ制限 1.5メートル、 1.560センチもかがまなきゃいけないってことですよね。なんとなく僕の身長170なんで、はい、ちょうどぐらいやった感じがしますね。172、3ぐらいあったような、はいはい、今は172ぐらいの人は大丈夫ですね。180超えてくると、はい、結構やばいのかな。この間ちょっと動画見たんですけど、なんかこう日本の183以上の人があの 2.5% しかいないんですよ。でなんか190以上の人が 0.07% なんですよ。まあだから190以上の人が 0.07% の人少ないけど、でも非常に危ないですね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。まあまあ日本で一番きつい道ですね、僕にとってはね。でもね、さっきあのおばさまがノーストレスで歩いておりました。笑顔で歩いておりました。僕自身はこんな笑顔で絶対こんなとこ歩けないので、ただもうまた戻んなきゃいけないですよね。そうですね。その後すぐマッサージ行かなきゃいけないですね。はい、じゃあもうすぐ53歳歩いて戻ります。あー、めんどくせえ、やだな。よいしょ。うわやめとしな。身長210センチ、石橋のチャンネルです。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。